こんにちは、ゆかりです。今日はこちら、ジャンク箱の中にいたキャノン EOS プッシュフィルムの一眼レフカメラですね。この子を救出してきたんで、この子の紹介をしながら電源入るかどうかちょっと見てみたいと思います。ジャンク箱って基本的には電源入るか入らないか見ない状態で、ね、そこにいる子が多いんですよね。で、大体はもうほぼほぼ半分以上は動かないとか、致命的な欠陥があるとかなんですけど、なんかこの子ね、めっちゃ綺麗でしょ？外観。ていうところで、なんか動くような気がしたんですよね。動くから使ってくれって言っているような。はい。じゃあ、この子一体いくらでゲットしてきたの？って言ったら、なんとこんな値段。じゃん。300円。あら、ひっくり返った。こうだ。えい。300円。はい。消費税込み330円でゲットしてきました。もう動くと信じたんで、高い電池。あ、光ってる。はい。CR123A ですね。これを2本。買ってきました。これが1600円超えかな？はい。めっちゃ高い電池と、めっちゃ安いボディですね。はい。この子に電池入れてみたいと思います。よいしょ。おお、電池室めっちゃ綺麗です。見える？よいしょ。本当にこの子使われていなかったんじゃないですかね、きっとね。よいしょ。おお。よし。どういう状態？これ。パノラマになってるし。じゃあちょっと電源入れてみたいと思います。電源入った。シャッターを押す。あ、動きますね。おお。お、いいですね。よし。ょっとここにあるレンズつけて、はい、見たいと思います。なんか露出系も大丈夫そうな感じの数値を示してますね。ちょっとこの子で、写真撮ってみたいと思っています。はい。というところで、パノラマ写真のお話なんですが、今、現在だったら、デジタルカメラ。ですよね。だったら、こう、何枚もこう、重ね撮りして、パカパカパカって重ね撮りして、お家に帰って、画像の編集ソフトで、こう、全部ビューって繋げるっていう風にされるのが多分主流ではないかなと、私は思っています。この1993年に発売されているこの頃って当たり前ですけれども、デジタルカメラっていう概念がまだまだない時期、時代だったので、このカメラに関しては、上と下上下を、映さないっていうんですかね。カットして、撮影をして、パノラマという状態を作っていたんですね。フィルムの状態で言うと、上から、あ、ごめんなさい。この横じゃない、縦が13ミリ、横が36ミリっていう状態に上下カットして、撮影をすると。で、それを、高さ89ミリ、高さっていうか、この短い方89ミリ、横が、254ミリっていう、
印画紙ですね。プリントの写真の紙に、プリントするっていう形で、行われていたんですね。パノラマ写真ですね。とっても懐かしくって、まあ300円でこの子もなんか元気に動いてくれそうだし、実はパノラマって私自身がパノラマの撮れるカメラっていうのを持ったことがなくて、ちょっとこの子でね、その昔ですよね。思い出させてくれるのかなと。で、私がね、写真をいろいろ学んでいく上で、なんかパノラマっていうのも一つ必要なのかなと、この子とのね、出会いによって思ったので、ちょっと、この子に頑張ってもらって、パノラマ縛りで、一本、フィルム取り切ってみようと、思っています。で、この子なんですけれども、パノラマの切り替えが背面にあって、ここですね。この、ギザギザしている真ん中にボッチがあるんですが、このボッチを押しながら矢印方向にスライドするんですね。そうすると、ここが黄色くなって、これでパノラマ撮影状態、上下がカットされた状態になってますよっていうのが見えます。で、映るかな？あ、映ってますね。シャッターボタンを押すと、ここわかりますかね？ここ。消えるかな？消えた。今消えたんですけど、シャッターボタンを半押しすると、パノラマですよって色がついて教えてくれるんですね。まあ、昔ですからね、これ気づかずに全部パノラマで撮っちゃったみたいなこともね、多々あったみたいなので、まあ、今回私は全てね、パノラマで撮影しようと思っているので、ここはもう一切動かさず、撮影してみたいと思います。で、覗いてみたファインダーなんですが、上下に2本線があるんですね。枠があります。その枠の中で、構図を作って、パノラマの枠の中で構図を作って撮影をするという状態です。なので、パノラマから仮に35ミリの普通の状態に切り替えても、見えているファインダーは一緒です。今、赤く、ちょっと枠のこの辺に出ている、中の、ファインダーの中なんですが、赤く表示されたところで、パノラマの構図を作って撮影をするという流れですね。というところで、せっかく電源入ったんで、ちょっとフィルム入れたいと思います。入ると思わなかった。まあ、入ってよかったですね。この子も浮かばれるかな。まあ、まだまだ元気で活躍してもらおうと思いますが。まあ、そもそも活躍できるレベルかどうかはまたちょっと別ですけどね。今回入れるフィルムは、スペリアのプレミアム400。これ入れたいと思います。フィルムの入れ方なんですが、この脇のフィルムを開ける、このスライドする、裏蓋を開けるやつですね。フィルム開けるじゃない。裏蓋を開ける。このボッチを上に上げると開きます。うわ、どんどん使ってなさそうですね。めっちゃ綺麗。ほら、めっちゃ綺麗でしょ？じゃあ、フィルム入れたいと思います。この中のキラキラ、この光ってるの分かりますかね？この向きにパトローネをして、入れますよと。で、まあ、当たり前ですが、このシャッター膜は絶対触らないように、
フィルムをオレンジのところまで送りますと。で、裏蓋を閉めて、あとは電源をポン。いきます。このイエスキスは全部先に巻いてから撮影が始まるんですね。はい。あと27枚撮れますよっていうふうに、よいしょ、見える？はい。カウントになってます。っていうところで、じゃあ巻き戻しどうするの？っていうのが、途中巻き戻しですよね。途中巻き戻しのやり方にも一緒に今やってしまおうかと思います。途中巻き戻しは、このダイヤルが、の、ここ一番最後に巻き戻しのこのマーク見えますかね？があるんですよ。これをまずここに合わせます。で、今度は、このボタンですね。セルフタイマーと巻き戻しボタンが一緒ボタンなんですけど、このセルフタイマー巻き戻し、この一緒のボタンを1秒間押すと巻き戻されるってことなんですね。押します。巻き戻りましたね。これで裏ボタンを開けて、よいしょ、取り出すと。はい。ですね。で、昔、結構質問を受けたので、やってみたいと思うんですが、よいしょ、ご存知の方は、聞き流していただければと思います。何かっていうと、このフィルムってしまい込まれちゃったら、もう現像するしかないよねって言われたことあるんですよ、実は。はい。いや、そんなことないよって言ってね、その方にお話ししたんですけど、実際にね、目の前で、やっぱりやってみた方がいいのかなと思って、今ちょっと巻き戻しをあえてしました。で、このパトローネから、出すのに、フィルムピッカーっていうこういうものがあるんですね。で、やり方は裏側にこう書いてあるんですけど、まあ、今回その説明はあまりせずに、はい、ささっと取り出しをできたらいいかなと思っています。よ、取り出せましたね。はい。こういう形で、フィルム取り出しができるのもあります。もし、自分で取り出すね、このフィルムピッカーがなければ、カメラ屋さん行って、すいません、フィルムの端っこ出してくださいって言うと、出してくださるので、そういうのも一個いいと思います。これね、だいたい1000円ちょっとぐらいですかね。はい。買えますので、ぜひ、試してみたらいいと思います。というところで、もう一回ですね、フィルムを入れて、よっ。フィルム入りました。ね。なので、今回の縛りは、パノラマ&この子、信じてみるっていうことで、プログラムモード。この二つの縛りで、撮影してみたいと思います。じゃあ今日はこんなところで終わりたいと思います。ではまた、バイバイ。